今日は私の勝ち。明日のお話し会よろしくね。疲れてるでしょ。でもご飯を食べてお風呂入ったら回復した。その前はねちょっとなんか一つ曲振り入れるのに思ってたより時間がかかっちゃったやつがあって、それがね結構先生も一人だからさ、でもなんかユニゾンっていうか一緒のみんなで一緒の振りを踊るところをあんまりないっていうか、それぞれでいろんな違う踊りをやってるみたいな曲は本当に振り入れすごい時間かかってしまうから、今日はねそういう曲が一つあったからそれは結構なんか大変だったかも。でもお肉を食べてアイス食べてお風呂に入ったら元気出ました。寝る前に元気になってどうすんのよね。うん、勝った。マンゴー食べてさ、マンゴー好きなんだ。私マンゴー好きじゃない。お洋服決めてない。今日お仕事早く終わったらお洋服見に行こうかなと思ってたんだけど、全然それどころじゃなかったもん。バタバタしてて、だから明日の朝気分で決めて話し会行ってきます。ジャピコ同じの持ってる。これおそっち真似したな。波打ち際の二人は木図になるやりそう。コンサート前にこれを歌うことによってある意味やらないのかっていう逆バージョンのネタバレあ、その曲はやらないから歌ってるんだろうなっていうネタバレになっちゃう。心理戦なのか心理戦。最近のリラックス法ね。でもやっぱさ思うんだ、寝るに尽きるよね。寝てしまえばもうだって無になれるからね。寝るのが一番なんじゃないかなと思ってる最近。でも分かっててもそうできないのが人間だよね、岡部凛名言風。紅茶を飲む、うん、いいね。
しもべって何？しもべ？なんかのタイトルかな。枕とかこだわってる？全然こだわってる。もう見た目重視、寝やすさとか。私はね、無印良品で買った大きい枕2つ持ってて、それをもう一人暮らしした時に買って、全然一回も変えてない。まあ、枕あってもいつもクッションを頭に引いて寝てたりするから、あまり枕使ってない時もあるけど、もうこの間いい枕屋さん、寝具がうるせえ、いいんだ別に。そう、いい枕売ってたから見てみたら、結構やっぱいいのは値段するんだなと思って。いいんだよ別に。あ、2万はしなかった、私が見たやつは。あ、でもカバーとかつけたらそれぐらいいっちゃうのかな。私が見たのは1万5000円ぐらいだった。でもなって、私枕とかも2つ揃えたいから、そこまでお値段されちゃうと結構出さないといけなくなるから、やめたと思ってずっと同じの使ってる。本性出すなって言われちゃってるし。なんで2つ揃えたいの？なんかホテルのさ、なんかベッドのところとかってさ、だいたい2つ揃ってたりしない？あと私よくお家の写真とかインテリアの画像とか漁って見たりするんだけど、いいなって、整ってるなと思ってる、こうベッド周りというかベッドの、メイク、なんかだいたいこう同じものがこうあってきちんと整頓されてる感じに憧れて、それでね、揃えて置きたくなったの。似合わせかと思った。あ、誰かと一緒に住んでるみたいなこと？なんかね、そういうわけじゃないんだよね。確かに、まあ2人で寝ようと思えば全然寝れる、大の字にはできるけど、なんか嫌だな私1人で、なんかその誰か寝られるかもしれない大きさだけど、一人で寝たいな。寝返り打った時になんかはみ出すのがすごい嫌だ。濡れてる、乾かせてなかった。そうだから、お友達とか来ても相当仲良くないと、だから私もう一つベッドがあるの。ベッドっていうか簡易的になんかできるみたいなやつ。お父さんとかだから泊まりに来た時そのベッド作ってそこで寝てって。
メンバー、あ、うん、来たことあるよ。マリアとももちゃん来たり、あとあやねとももちゃんとなぎちゃんかな。この4人、4人、私含めてだけど。ゆい来たことないな。あ、よこよこ来たけどね、止まってはない。でもなんか誰か結構来てるから、誰が来たことあるのか結構忘れてしまった。あー、下送んないな。からさ、このコンサートが決まった時からさ、レッスンが終わった後とか一緒にご飯食べる時間とか絶対できそうだなって思ってたからね。新チームも始まったりとかするから、なんか呼んでご飯とか一緒に食べられたらいいなと思ってたんだけど、まさかまた流行ると思ってなかったからさ、余裕はあるけど、でも我慢してっていう感じ。そう、ハットリッポなんて去年からずっと来てほしいなと思ってたんだけど、本当にタイミング悪しで。あ、ハムちゃん、うん、見たことあるよ。そうなのよ。なんかせっかくこのね、準備期間ってさ、そういうメンバーとなんか、まあ、あのダンスのねレッスンとかやってる時間もそうだけど、それ終わった流れでとかさ、なんかこう仲を深められるチャンスでもあるなって思ってたからさ、それも含めて楽しみにしてたんだけど、かなわず。うーん、りんちゃんがりんちゃんと仲良くしたいって言って、ほんと？りんちゃんが言ってくれてたの？嬉しい。そうね、一緒のねチームになったから。なんかさ、向井地チーム A でお兄ちゃん呼ばれた時はそのまだ分からなかったんだけどさ、その後に呼ばれた K がさ、意外と結構変わってない、なんか K っていう子たちでさ、こうまとまってたからさ、で終わった後にさ、そうお兄ちゃん泣いてたのがすごい分かんない、どっちだったのかな。やっぱ寂しかったんだよね、きっとね。 K みんな同じメンバーだったけど、まだしっかりとね話したことないからわかんないけど、なんかそれがすごい印象的だったっていうか、組閣の時にわかんない、どっちの涙だったのかわかんないけど、でもね、このチームでよかったってチームが始まってね、りんちゃんそう思ってくれるようにね、みんなで、まあ、結構他のチームから来た人たくさんだけど、なんかすごい、だからそういう風に
ねえ、みんなと仲深めたいなってめちゃめちゃ思ってるのにまだ私さ、その新しい A で始まってるが、今の A でレッスンの時は全然参加できてるんだけど、新しい方の A のレッスンまだ一回もね参加してないから、どんな雰囲気か全然わからないのよ。楽しみだから合流して。だって今日初めてひーちゃんに会ったもん、この準備期間。新学期みたいですね。そうね、同じクラスに私がいたらめっちゃドキドキする。そうなんですか。ドキドキしますか。何なの、もういつ殴られるかドキドキするって。私は何だと思ってるの。うん、明日の話かいる？いるのかな。本当だよ、私のイメージがよからぬ方に。何話そうかな。エイトの日とか来てくれてたらその話もできるよね。何でしょうね、最近だと。在宅です。今やば、全然そんなやまることなんてないです。私だってそうだったから、コメントとかもしたことないもん。私ブログとかさめっちゃ見てたけど、本当にもうただただ見る専門、相手側にとっては何のプラスにもなってないね。だから自分にももしかしたらそうやってこう見て楽しんでくれているファンの人が何人かいるじゃないかって思っている自分がそうだったから。だからほんとこうやってね、なんかめっちゃ書いたり実際に行動を起こしてこう現場に行ってこう声をかけてくれたり、ライブに見に来てくれてる人って本当に愛が強いなーって思って、すごい嬉しいなって気持ちになる。まあ学生だったからっていうのも大きいけれどね、お金とかそう自由に自分が思うようにさ使えたわけじゃなかったからさ、リンリンだより見てる？もちー
こんなお姉ちゃんいたらいいだろうな私。いやこれはさ、だって不特定多数の人が見ているからって思ってるから、こういい感じをこう装ってこう今ここにいるけど、実際家族として一緒に過ごしたら本当嫌なとこばっかり見るだろうから、こんなやつが姉なんて嫌だって絶対思うよ。ありがとう、こんなこんな人がお姉さんがいいなって思ってくれてるの。私は強い人のイメージなの。ああそう、強そうですか私。よそってるよ俺も。わらわらじゃない、絶対そうでしょ、絶対そう。みんな仲悪くても大事な時は声かけてくれそう。でもお兄様に、お兄様が悩んでそうだなって思ったこと今までの人生で一度もないから、ダメな妹だったと思う私。気の利かねえ妹です私は。だってもうほんとお家出る前とかはもうほんとに一緒に住んでたけど、あんまりお話ししてなかったからね。今もある程度大人になって、でも2人とも実家に言うとかだったら、もしかしたら気づいてこうなんか気の利いたこと言ってたのかもしれないけど、もう学生のうちだったから、あんまね、ご飯の時は一緒にご飯食べるけどみたいな。ダメ妹だったけど、お兄様は本当に素晴らしい人です。兄さんは何でもできる素晴らしい方です。でも前に久しぶりにお家帰ってご飯食べて花火やりたいなって言ったら車出してくれた。優しい。お庭でバーベキューやってた時に花火やりたいなと思った。一人っ子じゃない、そう私お兄さんもいるんですよ。メロンよく食べますか？はい、食べてました。実家にいた時は。よくいただいて食べてました。いいでしょう。マンゴーはダメでもメロンはいける。でもなんか違くない？別物じゃない？味が違う。マンゴーってどんな食感だっけ？メロンはみずみずしくて、なんか味もさっぱりしてて結構食べやすい。多分きっと美味しい、特別なマンゴーに出会ったら美味しいと思うのかな。
ジュース、あみあみのやつメロンのこと言ってるの。そうだね、あみあみのやつだよ。嘘でしょ、メロン知らないなんてことある？セブンのマンゴーアイスがとても好き。ああそうなんだ、マンゴーアイス。あ、アイスとかから入ってみたらまた違うかな。でもいちごみたいな感じで全く違うのかな。いちごってさ、本物のいちごとアイスとかお菓子で食べるいちごって全然違うよね。でもちゃんと全部いちごって感じするけど。うん、そうそうね、浜のうちさみ、あ、私いちご買ったんじゃんか、食べなきゃ。今冷蔵庫で冷やしてるんです、いちご食べよう。なんか久しぶりに3つコンサート同時に来るから頭の中が結構あれって、これはいつやるやつだっけってなったりする、よく。久々話し会終わったらどうだろうな。棒でしょう。リカ、あ、リカは、リカはもう面白いっすよ。とにかく無事に返せよ。そうね、ノートに書いて覚えてる。なんか自分が出る曲の順番とかだけ紙に書いて、それ普段持ち歩ったりとか未だにしてるかも。番号とかはね、全然もう頭に入っちゃってるから大丈夫なの。出る曲の順番、自分と自分の、じゃあ自分が出る曲出る曲の間何曲あったっけかなーとかはちょっとね、ワンのワッチョが、はい、書いてます。いやもうバリバリアナログ、私ダメなの、携帯でこのブブブブでこれでメモするやつ全然頭に入らなくて、やっぱ書くのが一番頭に入る。なんて聞き取れなかった、オカベ語です。立ちとかに関してはね、もう私は小学生の頃からそういうのはずっとやってるから慣れたんだろうね。違うよ、使いこなせないとかじゃなくて、全然使いこなしてるんだけど、全然なんかあの機械的なあの文字だとね、全然ダメなの、入らないの。もうスケジュール帳もそう、絶対紙のこういうノートのやつにする。今年まだ買ってないんだけど、ないときは自分であのコピー用紙みたいなやつにスケジュール帳っぽくこうマス目作って書いてってやってたりしてる、いまだに。わかる、そうスケジュールに関してはそうなの、携帯のなんかアプリとか使った方が絶対さ、書き直しとかもこう削除でブブブブブってすぐできるからいいんだけど、ダメなんですよ。なっなっカビちゃん潰れてるけど、大学のレポートとかも手書き、手書きのやつもあればこっちで提出するやつもあった。でも書くのは好きだったよ。
やーでもね、卒論を書くっていうやつを経験してないから、なんか卒論書いた人あげて卒業したっていう人本当に尊敬します。自分でテーマを見つけてなんかすごいいろいろ研究してって感じでしょ。なんかそれをせずに途中でやめてこうなったから、なんかやってみたかったなっていうのもあるし、なんか大学行ったけどなんかそれを経験してないって言ってないに等しいじゃない、なんだろう、なんか挑戦はしてみたかったなっていうのが、ね、結構みんな苦しんでるっていうイメージ。ね、確かになんかやっぱ今の方が理解力があるから、今のこの自分でお勉強とかしたらすぐに内容入るんだろうなとすごい思う。剥がれ見る暇も、剥がれ見終わりましたもん。だいぶ前にも全部見終わっちゃいました。次何にハマろうか今、あと今ブリーチをちょっと今2話のちょ本当にちょっと最初の方まで今見終わった。でもやっぱりこのアニメのこの作画っていうかその感じで画角とかそういうのですごい時代を感じる。ブリーチ長いわー、マジかー、もうほんとブリーチこそ追いつけなさそうだな。大変そう進撃も鬼滅もバッチリアニメ見てますよ。あーそうだ、チェーンソーマンって言ってたんだ。あ、ね、王様ランキングなんか面白いらしいね。マジか、ブリーチ。そうね。いやーでも結構読みじゃないや。結構ね、何話ぐらいでアニメで言うとさ、何話ぐらいでこうブリーチおもろいなみたいになってくる？私は今本当にあの呪術をこう書いた芥見芸妓先生がこうブリーチにすごい影響を受けたってすごい好きっていうお話をしてらっしゃったから、で結構あの呪術が好きな人も、あ、これなんかブリーチに影響を受けてるんじゃないか的な説ね、説なんかそういうのがあるらしいから、じゃあブリーチも見てみようとも、そういうノリで今ブリーチを見てるんだけど、5話ぐらい、ほんと？あ、そうなんだ。ソウルソサエティ編が面白い。ああ、今ちょっと出てるよね、序盤の方に。そこに行ける行けないみたいなこと言ってた。そうなんだ。5、6話からずっと面白い。ああ、じゃああともうちょっとだね。よかった、頑張ってみる。ハンターハンターはだって今止まってるって聞いてるから。
か、分かった、みんながそう言うんだったらちょっと見よう。え、嫌なの続きが気になるっていう状態がすごく嫌だもん。全部一気に見て、あー終わったーってなりたい。で今見てるジャンプはさ、1週間経ったらさ次の話が見れるじゃん。でも今なんか結構永久的に止まってるっていう話を伺っているので、そう連載再開とかになると絶対ハンターハンターってなっててさあ、そうなんだと思ったら全然違くて。そう、一気見したい派なんですよ。まあでも一回ね、春が来るまででも一回言っても、そういう自分の趣味とか一回置いときます。今ちょっと集中すべきことが、目の前のやるべきことがたくさんあるので。じゃあショールームやってんのやってなったらちょっと話は違うんですよ。これはまた、これは大事な、私にとって大事なこうおしゃべりする時間なので本当やってないとずっともう溜まっちゃうの、話したいことが。やだ、何これ、収入源って思われてる、やめてちょっとそう思われてるのはちょっと、そんなこと思われてると思いながらやるのちょっと恥ずかしいじゃん、そうに しちゃったら。やめてそういうこと言うの寄生獣とか短いからね。いや寄生獣はもう見終わりました、とっくの昔に。アニメも見たし実写も見ました。息抜きです。ファンサービスですとか言ってちょっと言い方やらしい爆満も面白い、爆満も見ました、どっちも見ました。そう意外とめっちゃ見てるんですよ。ハリーポッターももう何回も何周もしてます私。でも原作の方はね、あの2つ秘密の部屋までで図書館行ってた時に読んでたから、原作は2つ目のやつまでしか読んでない。お便りマイキーに来てきた、何それこの間この間覗いたらお代理がマイキーやってたんだけどなんか尊敬してるっす的なこと言ってたけど全然知らないらしいよ。おもろい、ほんと意味わかんなくて面白かった。ああそうだよね、おんさんお誕生日だ、この日付が変わった瞬間に。年数はそうね、年数はしましょう。この後はもう明日は話し会なので優勝してやる。光もお誕生日だよ、お二人みんなのおめでとうしましょう。おやすみ、また。
また明日会おうね。じゃあ明日お話ししましょう。グッナイ、おやすみー。